確かに、うん、なんか全然プールの形とか気にしたこともなかったので、今回のプレゼンですごい話に引き込まれてすごく面白かったです。素晴らしい。説明もなんかよく分かっていらっしゃったんだなと、うん、船のことが、うん、バルバスバルありがとう本当だね。発表の途中で聴衆の人を指名して、うん、なんとか言って、うんうん、あ、まあまあ、そう誰をし質問とかするんですけど、誰を指名するかっていう。誰でもいいわけじゃないんだけど、こう例えば、まあ、モテキさんとかだったらこう、うん、なんかすごい反応する人、そういう人をちゃんと選んでこう、うん、指名してこうなんか言わせるっていうのは面白いな、うん、まあ、面白いというか、まあ、さすがだなと思います。すごいテクニックですよこれすごい高度なテクニック、はい。バルバスバウって明日から使いたい。いやもうすごいなんてこんな、ただ僕らにある資料だけじゃなくて、その自分たちの持ってる知識みたいなのを兼ね合わせてきて、こう面白くなってるなって思いました。そうだね。しゃべりに関しては何も教えることがない。やばいよ。てかもうすでに上回ってると。すごいね。まあ、その他は。以上です、はい、ありがとうございます。はい、まず目の付けどころを1個にしたっていうのが潔くて、分かり、まずそこがすごい、よくぞそこに絞ったって思いました。でその後でまず喋り方のテンションをあそこまで上げるっていうのは天性のものなんで、それはすごい、それもすごいと思う。だからそれはもう技術云々じゃなくて、いくら練習してもなかなかたどり着けないところにまず最初にもう1回目のプレゼンで切ってるっていうのは、それはすごい才能なので、それは今後ももうそのまんま生かしてほしいなと思います。あとはバルバスバウという機械的なものにその感情を与えさせるっていう、僕らのこう個人を指名するなり何なりいろいろしてその感情移入させるっていうのはものすごい高度なテクニックで、それもよくぞそこに持ってたなっていうのはもう本当に感心しました。素晴らしいです。全体的に文字が少なくて、まあ、パッと見すごい見やすいっていう、多かったらずっと読んでしまうので、それがないっていうのはすごい素晴らしいと思いました。で、一つだけちょっとうんと思ったのが、このペットボトル換算で140何って言ったのが、ちょっとこのあんまり140何っていうのピンとこない、まあ、すごいっていうのは、140何もあるんだっていうすごいっていうのは思ったんですけど、ちょっとそれがあんまりピンとこなかったかなっていうのが、それ何日で飲むんだってそこまでいったらなんとか